戦できなかったから腐っていられないというか、だからこそ練習をしていたのだけど、鉛筆のノリが悪い。ペンや筆はメンタルが思い切り出るのは分かっていた。だからこその技術練習だけど、それでも爪が甘い。ペンに迷いが出すぎてて、線の勢いが死んでる。ひょいっと後ろから覗き込んできた綾が容赦なく指摘してくる。影の濃淡に対しての割り切りがめちゃくちゃ甘いせいで、全体がぼやっとしすぎてる。だよな。どうしたの、ほんと。こういうなんだかんだで感性じゃなくて計算とか理屈だし、写実は蓮くんの得意なとこなのに。新しい挑戦をしても全然うまくいかなさそうだから、得意な分野の練習をしようと思ったらそこでもうまくいかなくて自分でびっくりしてる。何してるの。いや違うな、得意なところで別のやり方を試そうとしたら中途半端になったのか。ああ、なるほど。写実じゃないやり方を試そうとした痕跡がある。できないことの練習するのはいいと思うけど。基本的に俺の絵の描き方は本物そのままをどうするかというところがある。自分でも全然しっくりこなくて割とびっくりしてる。見たものを見たまま描く絵の基本だと思っているけれど、そこに芸術性があるのだろうかというのは、それこそ写真が生まれた時代から議論されている。俺が講師や教科でよく言われる遊びがないというのはそういうことなんだろうか。実際今回コンクールに出した絵も学校の先生にそう言われていた。蓮くん、蓮くん、考えすぎて目の焦点が合ってないよ。なんかそれ良くない表情になってる。休憩、リフレッシュとか気分転換とかそういうのが必要だと思います。少なくとも今日は終わり。お風呂行こう。はあ、まあそうだな、今日はやめとこう。ここで続けて得られるものがあるとも思わないし、日課の練習分はもうできている。気分転換にお風呂一緒に入る。あやがなんかとんでもないことをしれっと言い出した。なんで。悩むなって言っても聞かなそうだから。一回別のことで頭をいっぱいにすればリフレッシュになるかなと思った。自分の妹ながら天才では。そこまでしてもらわなくていいから。少なくとも今考えたことは吹っ飛んでいってしまった。まあそらね。目の下クマができてるけれど、夜更かしでもしたの。気分転換に映画見てたら夜が明けてました。あの後変な食い下がりを見せるひなとあやを納得させるために気分転換すると好きな映画を見始めて、そのまま朝になってしまった。ちなみに二人は一緒に見てなくて、そのまま部屋に帰って寝た。追い返したとも言う。あまり無理しないでいいわよ。この手伝い終わったら帰って今日は寝ます。そして俺は純子先輩の手伝いで半ば不倉庫になっているこの使われていない展示室の片付けに来ていた。ここにある作品を壊したりしたらまずいですしね。いいとは言わないけれど、ここにあるものは引き取られなかったものだし、大きな問題にはならないと思うわ。この倉庫には近年の卒業生が置いていった卒業制作が詰まっていた。誰の何があるか、そのリスト作りが今日の目的だ。ここにあるの引き取られなかったら処分されちゃうんでしたっけ。そうね、学校のものを置けるスペースも限られているし、そもそも卒業する前から置きっぱなしだったものばかりだから。今度他校との合同展示があるらしく、スペースが必要になっての措置だと先輩は言っていた。そんなわけだから欲しいものがあったらもらえるわよ。ちょっとした宝探し気分ね。でも星見つくよとか加納聖のものとか、そういう今活躍してる人のはないんですよね。そういう先輩たちの分は学校側が仕分けして管理してるから、こういうところにはないと思うわ。ですよね、と返事をしながら作業を分担。俺は力仕事で先輩はリスト制作をしていく。結構ありますね。昔は文化祭で燃やしてたらしいけれど、今はそういう時代でもないものね。
お焚き上げ普通に燃やしちゃいけないものばっかだと思うんですけど。なんて話しながら作業を続けていたら、一枚の絵を見つけて俺の手が止まってしまった。おお、それは風景画だった。どこだろう、海外っぽいよね、雰囲気。空の青が鮮やかで、その分広がる風景がどこか焦点が合っていなくてアンバランスな、いや未完成の絵だった。吸い込まれそうな、いや向こう側に深く広がってそうな青空の上に描きかけの地面を貼り付けたような絵。今までここにあった絵とは明らかに出来が違っている。3年生青海魔女。ああ、魔女さんが途中で描くのをやめてしまった絵ね。魔女さんが学生の頃に描いてた絵ですよね。なんでこんなところに。魔女さん、そういうところも無頓着だったのよね。これも描いているのは見たことあったけれど、途中で見なくなったのを思い出したわ。なんで、なんでこの絵を完成させなかったんだろう。一目見ただけで空の深い青さと抜けるような広がりに思わずため息が出そうだった。完成すればどれだけの作品になっただろうか。なぜ完成させなかったのだろうか。まるで本物みたいな空だった。写真とも違う絵だからこその表現力。果たして俺は3年生になった時にこれだけの絵を描けるんだろうか。菅野先輩、この絵持って行ってもいいですか。そうね、卒業制作に混ざっていただけだし、私たちの作業部屋に持って帰っちゃいましょう。大丈夫、先生には私が言っておくわ。ありがとうございます。あ、じゃあ別にしておきますね。マジさんの完成させた絵は菅野先輩に見せてもらったことがあったけれども、今見つけた絵は未完成で処分されるようなところに埋まっていた。その未完成の絵にすら俺は手が届くと思えない。そんな絵を描いた人が結局絵を描かずに今は喫茶店でコーヒーを入れている。いいとか悪いとかそういう話ではないのは分かっている。決して絵描きが良くて喫茶店が悪いとかそんなことは思ってないのに、どうしてか俺は崖っぷちに立っているような不安定さを感じてしまうのだった。はい、じゃあちょっと一旦切りが良さそうなので、ここで今回のところは終わりにしましょうかね。あー、なるほどな。なんか結構今回のそのマジさんルートはさ、割とレン君の情緒が不安定だね。なんかこう、なんだろう、周りのやっぱ幼馴染2人のショーがしっかり取れてるとか、まあなんかこう、まあそれこそ菅野先輩の将来の話から今回始まったしね。だからなんか結構なんだろう、まだ1年生の1学期とかにしては、1学期とか夏休み前らへんにしては、こうちょっとなんだろう、将来のことをしっかり考えすぎてるって言ったらなんかちょっと考えてない方がいいみたいな感じになるけど、でも結構なんかそういうちょっと真面目なお話な感じがするよね。どうなるんだろう。まあでもマジさんの絵が見つかったから、結構このあとマジさんとの接点は増えていくんだろうけど、どうなるんだろうね。マジさんがそもそもさ、まあ、他の今までのルートでもこうそんなには出てこなかった。日向ルートでちょっと出てきたくらいやん。だからなんかまあ割と喫茶店に行くことが多くなるのか、また日向ルートの時みたいに教えてもらう感じになるのか、ちょっと楽しみでございますが、まあとりあえず今回のところはこの辺で終わりましょうかね。はい、てなわけで、まあ久々のアイキス実況始まりましたが、いかがでしょうか。まあアイキス2が始まったというよりもアイキスの、まあ延長戦なので 1.5 と言うべき感じでございましょうか。まあ、この、マジさんルートをしっかり進めて、本編の方入っていきたいと思いますので、しばらくはまた、まあおまけというか、まあなんて言うんだろう、なんかこのアイキスのまあ残りの部分という感じで進めていきたいと思います。
じゃあてなわけで今回はここまでにいたします。チャンネル登録、高評価、コメントなどなどしていただけるととてもとても嬉しいです。ツイッターなんかもやっておりますのでフォローよろしくお願いいたします。てなわけで今回はここまで。バイバイ。